こういう感じ。駒野選手へ、サッカーの楽しいところは、ついでに私のことはどう思いますか？サッカーの楽しいところは、サッカーは集団スポーツなので、選手12番目のサポーターと一緒に勝った時に喜びを分かち合うところがサッカーの楽しいところです。はじめまして、足立さん。足立さんはテレビや雑誌で見るぐらいで直接会ったことはありませんが、足立さんと同じぐらいの年代のサポーターをどんどん増やしてください。